かる？あのね、ね、どうしようかな。あのね、今日ね、職場のみんなでね、宝くじ買ったの。一等前後賞合わせて3億円のやつ。やだ、今日発売だもん。発表ずっと先。でね、私がね、役所始まる前に当たるって評判の売り場行ってきたんだけど、それがね、すごいのよ。あのね、朝なのにね、電車座れたのよ。それからね、お昼ね、ランチがケーキサービスで、ジュース買ったら2本出てきたし、すっごくラッキーだから、きっと宝くじも当たるよねってみんなで話してたの。今日エステの日だからお休み。だってさ、綺麗になりたいじゃない。君だってさ、綺麗なお姉さんと汚いお姉さん、どっちがいい？でしょでしょでしょ。やっぱりね、綺麗な方がいいもんね。だってさ、愛する人のために綺麗でいたいって女心よね。じゃあね、一緒に行く？ん？エステ。そんなことないよ。今はね、男の子だってね、エステ行ってもいいのよ。私、青バラ会員だからカップル券余ってるし。あ、そうだ。だって、私カップル券使ったことないから使ってみたい。行こう行こう。ここここ有名なお店なの。雑誌とかでもよく紹介されてる。私のコースってね、上から3番目、毎月5万円も払ってるんだよ。でしょでしょ。だからね、カップル券も使わないと損なの。
エステ行ったみたいだ。ん？エステって？エステくらい知ってるば。タマちゃん、あのね、エステってね、知ってる。おっぱい大きくなる。どうした？おっぱい大きくすんの？